どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もやってまいりました、毎週月曜日配信の ABTV ネットワークラジオ MC の、いやーすっかり秋ですね。秋から冬にかけるこの季節、私めちゃめちゃ好きなんですよ。なんかね、心が穏やかになるっていう感じですかね。猫犬だサネヒコです。さてこのラジオでは視聴者の皆様から寄せられたお悩みを私猫犬だサネヒコがにゃんわりと解決しちゃいます。それでは早速今週のお悩みを紹介しましょう。猫犬ださんこんばんは。こんばんは。相談したいことがあります。はいどうぞ。はい私には小学校から仲がいい親友がいて、ほぼ毎日一緒に遊んでいました。ですが中学が別れてしまい、部活や習い事が忙しくて会う機会が限られてしまいました。なんとか月に 2,3 回会うようにしていました。ある日約束の2週間前に習い事が入り、メールでごめん習い事入っちゃったからその日は遊べない、また今度遊ぼうと返信したら、お前いつもいつもドタキャンしてさ、何なのと怒ってしまいました。確かに習い事や部活で遊べない日が入った時は断っているのですが、そんなに怒るとは思いませんでした。それに2週間前に断ったらドタキャンなのですか。そうだよね。もしこれがドタキャンになるなら私毎回ドタキャンだな。私の頭はハテナになってしまい、その後電話で謝罪をしたのですが未だに会ってくれません。どうしたらいいでしょうか。かっこその親友は女子です。早く仲直りしたい。かっこ借金を返してほしいです。ちょっと待って、借金の話って出てきてた？これは隠喩か何か、その仲直りをしたいっていう表現の一つかな。そうかな。マジでお金貸してるんだったらお悩みの内容変わってくるけど大丈夫かな。これからも動画頑張ってください。長文失礼しました。はい。そうですね、ちょっと私の話になってしまうんですけど、私も小学校の頃毎日のように遊んでいる親友グループみたいなのがあったんですよ。学校でもずっとつるんでるし、先生に怒られる時もいつも一緒。ただ私小学校4年生の頃、親の都合で他校に転校しなければいけなくなっちゃったんですね。すごい辛かった。ずーっと一緒にいた親友たちがめちゃめちゃ冷たくなったんですよ。若干いじめに近い対応をされたこともあるかな。引っ越しをするまでの期間ものすごい辛かった。逆に早く引っ越したかった。普通はそういうのないですけどね。でこのお話は今回のお悩みと若干通じるところがありましてね、全然状況としては違うんだけどね、その共通点というのは今後お互いに生きる環境が違うということなんです。そうですよね。新しい中学で勉強もあるし、部活もあるし、習い事もあるし、新しい友達もたくさんできるし、もうその親友とは月に 2,3 回も会わなくていいかもしれない。極端な話、一生会わなくてもいいかもしれない。で一つ誤解してほしくないのが、これは友情をないがしろにしろと言っているわけではないです。私小学校でも中学校でも1回ずつ転校してますけど、中学校の時の友達は今でもつながってます。転校した先の小学校のこともつながってます。お互いに頑張ってることを近況報告したりするくらいの友達はいます。ご安心くださいね。私やさぐれた猫ではないですからね。はい。でまあお話を戻しましょう。はい。で茜ちゃんのお悩みは今の中学校の友達が解決してくれるんじゃないかなって猫さん思ってるんですよ。要するに新しい友達です。小学校の頃の友達は過去とまでは言いませんけど、今茜ちゃんが意識的に優先しているもの、勉強だとか部活だとか習い事だとか、でそこに必ず今の中学の友達が入ってきます。猫さん断言しちゃおうかな。その親友よりも優先する友達が必ずできます。ただこれはその親友と仲直りができなかった場合ね。みんな思ってると思うよ。そんな些細なことで怒るかと。2週間前に致し方なく遊びの誘いを断った、ただそれだけのことで怒っている友達を友達と言うのか、果たしてどうかな。今のこの状況で中学の友達に遊び誘われたら行くんじゃない、そっちに。あえてその親友と仲直りをするために自分が辛い思いをする必要はないんじゃない。もちろん親友と仲直りすることは大事ですよ。ただ自分の方から謝罪の意思を見せているのに許してくれないならもう仕方がない。もうこれ以上茜ちゃんが謝る必要はないね。本当にないからね。だって謝ってるじゃん。遊ぶ2週間前にちゃんと謝ってるじゃん。まずだからこれ以上茜ちゃんはアクション起こさなくていい。謝らなくていい。それよりも今の環境を大事にした方がいいんじゃないかな。で時間はかかるかもしれないけど、その親友が許してくれたら、その時親友にこう言ってあげてください。もうあなたは必要ない、じゃなくて遊ぼって。
それでいいんだよ。だって茜ちゃんは怒ってないもんね。だから許してくれたらそこに変な感情はいらない。素直に仲直りしちゃえばいいです。早く仲直りしたいというお悩みには答えられないけどね。うん、それはもう親友のアクション次第かな。うん、仲直りできると思うな。だって理由が理由じゃん。うん、2週間前じゃん。あとお金ちゃんと返してもらいなさいね。それは仲直りしてもしなくてもね。うん、はい、それでは今週はこの辺で See you next! にゃん。ぬくもりを感じてるか、心に嘘をついてないか、すがるように触れてないか、本物の愛はそこにあるか、本物の愛はそこにあるか。